ブルキナファソで砂を使用する祈祷師・祈祷師とは原始宗教やシャーマニズム・アニミズムと言われるものに基づき人類が基本的な社会構造である集団を持った時から発生したと言われその祈祷を行う集団の長や主要な人物を指しシャーマンとも呼ばれる祈祷師は現在でもアジア・アフリカ南北アメリカや日本をはじめ先進国でも見られ五国法上 大量追腹、天候、個人の吉祥を占うことや、払い清めや呪術まで行う。インディオや、ネイティブアメリカンニューギニア、東南アジアの先住民の部族長、チーフと呼ばれる人々の多くは祈祷師であると同時に、野草や薬草による民間医療を行う呪術医であることも多い。またブード教などのように祈祷の道具を持つ場合も、多く、日本やギリシャや、 東南アジアでは弓矢などが霊力を持つと考えられ祈祷の道具として用いられた。祈祷師と呼称されることはなくとも、祈祷は具体的な願いを信仰の力によって祈り、具現化しようとすることであり、それらを行えば祈祷師と言える。そういった意味では、キリスト教の悪魔払いを、はじめ多くの宗教で祈祷師と同様な行いをするものは少なくない。祈祷師は、 全近代的でいかがわしいものと考えられているが、発展途上国のまだ自然が多く残る地域においては、その薬草の知識から祈祷師が、世界各国の製薬会社と契約をして、新薬発見に貢献している。いわゆる巫女と呼ばれる人々は祈祷師でもある。アイヌから日本本土や沖縄地方まで、初期の社会では巫女が祈祷を行っていた。巫女などは、 その代表的存在であり、古神道から始まり、時代と共に消えた渡り巫女や、現在の神道の神社の巫女や、口寄せとしてのあずさ巫女として続いている。アイヌとして、純粋な人々は少数となってしまったので巫女や、その文化は伝承されていないが、沖縄地方では、巫女は、ユタとして現存している。原始仏教といわれる、本来のインドで発生した仏教には、 祈祷という思想はなかったが、その後密教の成立により、日本では特に新言宗を中心に祈祷行為が成功するようになった。奈良時代から平安時代にかけ、中国大陸から道教が伝わり、音謡五行や発見による思想と、風水や木などの概念や方法論と相まって、より一層祈祷や祈祷史の流星があり、やがて学問として集大成されたものが陰陽道で、ある。 音明道を取り仕切り祈祷の実施にあたる行政官庁音明寮,寮が設置され、長官である音苗頭以下多くの音明師たちが天皇、皇族、貴族のために祈祷を行った。中世に至って音明道はますます成功し、朝廷だけでなく幕府にも使えるようになった。神事と呼ばれる行為のほとんどが祈祷であり、神楽や祭りも五国法上や、 無病息災などを占い祈願するものである。現在も日本各地の神社で年始には、弓矢の神事として、鹿内の神事や、祭り弓、祭り矢から、古神道の儀式そのままの、喫光占いなどが、神職や、神主や福王により行われている。顧客の依頼に応じて、お祓いやまじないをしたり、祈願のために祈りを捧げたりすることを仕事とする、民間信仰上の専門家である。 これらの祈祷行為は、神職、僧侶などにより行われることもあるが、それらの宗教に所属していない民間の専門家が、祈祷師あるいは、拝み屋を称することが多い。ただし、教え神道系の教会文室などを運営している人もいる。俗に、神さんと呼ばれることもあるが、自称しない。また普段は、占い師として活動している人もある。多くは、神社。 寺院などに以前所属していたか、その方面の教育、訓練を受けた人もいるが、祈祷師の弟子として長く務め、その引退、または死去後に後を継いだり、独立したりしたケースもまた多い。霊能者や霊感が論議されるが、そもそも霊の存在が現在のところ実証されていない。霊能と祈祷は別のものであり、祈祷は演技や役払いや役落としや、 おみくじの吉祥と同じであり、信仰や風俗習慣といった文化であるので、霊能云々で祈祷ができないわけでもない。本質として大事なことは、神聖な儀式として特に決裁をきちんとすること、精神状態をできるだけ穏やかに保つこと、儀式の手順を遵守することが大事である。祈祷の方法は様々であるが、神道、仏教、 道教などの祈祷の手順に準拠する人は多い。仏教では、密教系、北家教系、浄土新宗系などがある。新職や僧侶に準じる服装をしている人もいるが、普段着の祈祷師もまた多い。ありがとうございます。